練馬区立釈寺公園ふるさと文化館は、練馬区の郷土資料館である、都立シャ公園に隣接する。なお、このページでは隣接する、区立池淵史跡公園についても記述する。練馬区の歴史や伝統文化、自然、観光情報を発信する博物、資料館として、2010年に開館した。ふるさとをテーマにしており、昭和の街並みが再現された展示や、 水車、農機具、練馬大根を、拓庵等に加工するときの展示図星の模様等が見られる。隣接する石井公園などの緑と調和した、端正なデザインの建物。設計は建築家、武田雄左による。また、練馬区立池淵史跡公園とも隣接し、夏季限定の屋外プールも併設されている。石井公園ふるさと文化館の隣接地に、 区立池淵史跡公園があり、縄文時代中期の縦穴式住居跡が確認できる。同住居跡は、園内だけで16箇所を見つかっている。遺跡は、池淵遺跡と言われ、石神井川と、美穂寺池に挟まれた、大地全体に広がっている。昭和47から48年に行われた、発掘調査では、旧石器時代、縄文時代、中世の遺跡が発見されている。 同遺跡から出土した縄文土器は石寺公園ふるさと文化館で展示されている。その他に同公園では明治20年代初頭に建築された茅やぶき屋根の旧家も同文化館の屋外展示施設として公開されている。この家屋はもともと練馬区中村にあったもので戦前の昭和期の姿をもとに移築、復元された。 2010年3月から一般公開。ありがとうございます。